ある日徳さんと待ち合わせ。あ、おはようございます。あるツイッターを拝見しまして、うん、ツイッター、はい、元ヤクルトの宮本慎也さんが、うん、あ、参考にさせていただいてましたよ。守備とかは外野用くらい大きいグラブで、うん、内野を守るのが理想、うん、でかいしかっこ、まあ、かっこいいのかな、うん、でかいしかっこいいとおっしゃったらしいです。水森先生によると宮本さんの夢をちょっと叶えましょうよ。いやいやいや、というわけでプロ野球選手の夢理想野望を叶えようのコーナー、かっこ勝手に。でも宮本さんのグローブってちょっとね広めなんだよね。実際、うん、外野用内野用で、うん、球出しのスピード、はい、はい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 、取ってから投げるまでのスピード感を、あ、なるほどね、に差が出るのか、うんうんうん、そういうのもちょっと測りながら、なるほど、違いを明確にしていこうと。出るでしょうね。出ないかもしれないです。はい、それでは私外野用のグラブでキャッチボール、ちょパチの肩崩さないように2本入れでやっていきます。左肩凝ってきたんだけど、待って、わかんない、重いから。やばいね。すげえ重いね。うん、なんか多分普通なんだよ絶対。だけど内野グラブしか使ったことないから、すげえなんかこれトップバランス師匠の方いいね、取りやすいよ。うん、なんで試合で、なんで試合でこう、こうはできてもこうはちょっと難しい気がするけど。あ、届く届く。いやいや、入ってる。おお、確かに外野用ってある程度のとこ出したら入るな。でもそれ考えたら確かに内野これで守ったらいいのかもな。速さは別よ、速さは出しゃ入るもん。外野用のグラブでかいという安心感があるな。芯で取るとかそういうことじゃないんですよ。グラブをそのあたりにスッて出せばこう当たってこうスッて入ってくるみたいな。はい、というわけで宮本慎也コーチの理想、内野を外野主要グラブで守れるのか、徳さん TV なりに球出しやすさその時間を大検証します。内野用グラブに入った瞬間からのね、はい、1秒21、まあ1秒23ぐらいかな、平均すると ね、 もう一回、はい、うん、1秒2。じゃあ次外野用で、はい、行きます。もし同じだったら、同じだったらこれはもう一大事だよ、野球界にとって。もう何でもよくなっちゃうもん。そうだよこれすごい大問題な動画になるよ多分これわざと遅くするとかしないから絶対全力でお願いします。え、ダメだな、なんか気持ち早く押したくなっちゃうのかな。いやいやいや、1秒1っていうちょっとお前革命起こそうとしてんじゃないよ意図的に。あ、1秒28。おー、え、1秒12。これね、これ一個だけ思ったことがあるよ。え、このイージーな正面だったら大した変わらんわ。あ、そういうことか。うん、逆シングルやってみよう。逆シン、うん、何が変わってくるんですか。いや、要はグラブの掴む位置が分かってないと握り替えてできないのやっぱ。あ、掴むには特化してるけど握り替えに特化してるかっつったらやっぱ内野手の方が特化してるはず。
1秒22。はいはいはい、はい、どうぞ。1秒18。はいはい。うん、1秒25。はいはい。じゃあ次外野用。はい、いきます。外野用で。はい。あ、間違えた。もう一回早く押してた。どうしてもあの革命を起こしたかったという指が。いやいやいや。ああ、でも1秒20です。おう、この距離感だったら変わんないかな。いきますよ。はい。え、1秒15。あれ、もう一丁。はい。え、1秒 21？ 握りずらさあるんですか。いや、今んとこないんだな。グラブ遊びよくするから、はい、例えば取ってそのポンとかボール回しの時でもボール来たらもうはいほいほいとか。普段のもグラブとかじゃなくて徳田先生のポテンシャルじゃないでしょうか。これは守れるのか。でもね、ゲッツーのスピードは違うと思うんだな。ちょっとゲッツー、うん、はい、ラストは外野手グラムでゲッツーの検証。いや、これね、いけるかもわからんな、かもわからんで、とどめとかして、はい、結局グラブのハンドリングだわ。大きさじゃねえと思う。宮本さんが言われてるのはそういうことなんだと思うわ。ハンドリング、何でもかんでも、誰でも彼でも万人にそれが当てはまるとは思えない。内野用のグラブは内野用のグラブであるんだけども、もしこっちで操作できるんだったら球際も取れるし、ショートバウンドもスポット入るし、タッチプレーも指に怪我しないし、とかとかとか。ただ今まで野球やってきた内野陣としては、うん、ちょっとカモでとどめときたい。宮本さんは多分そういうことを言ってるんじゃないかな。本当に扱えるんであればこっちの方がいいよねっていう。ただ実際試合になってノック受けてやってみないと分かんない部分も多い。一応これぐらいのもう中では別に大差はなかったという一つの検証結果です。今度グラウンドでガチでやりましょうか。ちょ、やろうよ。そしたらこれで内野にショート守っていただいて、うん、これでセカンド守ってたら面白いですよ。いや、ただね、厳しい打球の時のねグラブさばきっていうのはこれまた多分こっちのね方がいいと思うんだよね。届きますからね。まあな。徳さん、ライパチ兄貴はツイッター、インスタやってます。野球情報から徳さんのおしゃれウェア、兄貴の聴覚源、爆笑ライパチのちょんぼ伝説などいろいろ更新してます。ぜひチェケラチョー。